2015年の日本では、2015年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。幕会、トリプルスリーが、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。案、人々がこれからの平安について考え、 また社会や生活に対する不安の増大により安心を求めたことから一年を象徴する漢字として選ばれた。以下に過去の主な出来事からの区切りの良い年数を記す。第二次世界大戦、太平洋戦争関連オ無ム心理教事件関連、その他道路鉄道航空、ノーベル賞の自然科学分野において日本人二人が受賞した。日本人の物理学賞の受賞は、 前年に続いて2年連続、また生理学、医学賞の受賞は今回で3人目の快挙となった。113番元素の発見者が、日本の理科学研究所の研究グループであると、国際純正、応用科学連合が正式に認定し、同時に命名権を獲得した。新元素の発見は日本はもとよりアジアにおいても初の、快挙である。流行後、ユーキャン信号 流行語対象以下に、本年の受賞号を列記する。なお、肩書きや役職などは受賞当時のものである。ファッション春光大名古屋ビルジング解体文学、歌舞伎宝塚歌劇団、ドラマアニメーション映画、テレビアニメ放送会主月を記載 OVA、コンピューターゲームアーケードゲームテレビゲーム、携帯型ゲームスマートフォン向け、ゲームアプリ野球日本プロ野球サッカー日本。 プロサッカーリーグスモーケーバモータースポーツ。ありがとうございます。